ちゃんと話した方がいいですよ。<laughs> ん、な何してる？いやごめんなさい。違う。なんかボソボソなんか誰か喋ってる？独り言です。独り言？彼氏と別れることになったの？う <laughs> ん。じゃあそんな感じです。この話で X X X がポーンと流れるその現状に僕はジェラシーを感じています。 あじゃあちょっと続いての方いきますかはいもし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 相談内容お願いします簡単に言うとうん、ま、マネーのこれをお願いしたいんですけどマネーのこれはいいくらですかねちなみにと1万円ぐらいです 1>, 1万円なんか成功そうだな1万円を希望はいじゃあマネーのこれっていうのは皆さんねあのー まあちょっと貧困層と言いますかね、生活困窮者に対してですね、話を聞いて、視聴者、僕も含めてまあ支援してもいいなと思ったら支援するという、素晴らしい企画です <laughs>。はいでは、ちょっと経緯の方を。シングルマザーってシングルマザー。今、育休中なんですけど。育休中。はい。 あ、すみません。ちゃんと話したほうがいいですよ。<laughs> はい。うん,んな何してるいや、何もしてないです。いや、ちゃんと話したほうが成功しやすいかと。はい、あの、もうよっ何。何何何ど,どうしたのあ、すみません。はい。なんか、ボソボソなんか誰かしゃべってるあひ、独り言です。独り言え、なんか呪いの呪文かなんか唱えてる <laughs> あ、緊張しちゃった。あ、緊張、うん。 え、じゃあ子供は何歳 ?3 か月です3か月の子供がいるはいなぜお金に困っている、えっと、うんあの認知はしてもらっててその相手が養育費を払ってくれないみたいなあそうですなんで相手に<で>逃げたっていうかこう一緒にいないの私の親が反対してて結婚はしてないってことかじゃあえ彼氏と別れることになったのえっ じ<ん>じゃあそんんなな感でですなんで反対してんの親は6か月ぐらい同棲してたんですけど家にお金を入れてなくてええとニート彼氏ってこといや働いてたんですけど、はい、自分の家の方で何も払ってなかったのかな、うん、ど,どういうこと働いてたけどお金を2人のために使わなかったってことお母さんと3人で同棲してて基本は私と親が払ってました。 じゃあひも彼彼氏氏っててこと働いてるひも彼氏そうですすいません、えっと、何歳ですかね ?22 歳です。22歳。はい。相手は相手は27です。27。3人で同棲して働いてるくせに家に一切お金を入れないひも状態だったから親が怒って別れなさいとなって別れたと。はい はいほんでなぜお金がないそのあとに妊娠を分かって別れたあとに発覚したいんやなん,なんで産もうと思ったの親が中絶にあんまりああで育てるってなってってことかはい親も一人なので私のご飯と赤ちゃんのミルク代とかで精一杯でこれ以上貸せないって言われたってこの1万円っていうのは何の費用なんですかガス代です ガス代今月払ったら来月払えるんですよ自分で来月はあの手当が出るから払えるんだあれはい今の突社さんへ1万5800円のスパチャがはいはい <laughs> いやいやいやちょっと待ってえっ、ー、とガス代じゃあガス代の請求書があるってこと ?1 万円ぐらいのあ,ありますじゃそれ送ってもらっていいですかあと母子手,あ母子手帳も はかります、はい、2つちょっと待ってください。でもちょっとすみませんあの、経済的にあまりよろしくない状態で子供を産んでしまったんですかね。もしもしどっか行った。もしもしはい、ちょっと待ってください。ああ、はいはいはい。あ<ら>ガス代ね、はい、これっすね。はい。んこれ何ヶ月分えっと、2ヶ月分。2ヶ月分。 7400円、1万円ちょ、ちょっと多くもらおうとしとるやんけ。いや、ごめんなさい。違うはいいや、なんもないです。うんいや。まあまあ、ええけど。はい。2ヶ月分で7400円。すぐ金出すのよくないでね。ほんと、ここすぐ金集まんよね。あの、みんな、俺にくれないほんとに。俺も結構お金ないんだよ、今。うん。わかってるこいつじゃなくて。<laughs> この話で1万5千円がポーンと流れる。その現状に僕はジェラシーを感じています。ちょっとですねあのー、 自動手当みたいなのはないんすか母子手当てって言ってましたけど。あ自動手当てはあります。それはいつ振り込まれましたかねえっと、今月は多分10月だと思う。んってことじゃあ振り込まれたばっかですけど。ほかにも支払いがあって。え<っ>あ<の>あー、3万円ありがとうございます。僕にだ。僕にスパチャが。<laughs> やったぜうん。 ちょっと皆さんねあのできればスパチャはですね話を全部聞いた後でのあれでお願いできますかねさすがにちなみにあの今親と同居中ですかはいで親はもうガス代払えないって言ってるんですもしもしえもしもし親いるもしもしえ何聞こえてるもしもし,もし,もしえ聞こえてますかもしもしってあすいませんなんか Wi-Fi がおかしくなって今聞こえてる はい、で親と今同居中ってことです親はもう寝てんの今親は寝てますでえでも同居中ってことはガス代は2人の話じゃないのうちはなんか全部半分半分みたいな感じになってて、えっと、家賃、えっと、ガスが私が払うみたいなで残りのものは親が払うみたいなあそうですで今月しのいだ後に同じ状況にならないっていう<あ>なんかそういう保証みたいなのあるんですかならない自信があるというか また何ヶ月が経った後に今みたいにガス代が払えないっていう状況になる可能性が僕はあると思うんだけどでもさっき聞いたらなんかならなそうな返事だったんですけどならなそうなと思う理由は何かあるんですならすっていうはいえっとあの3級手当も入ってくるし 1>,、うんうん、1級手当も入ってくるので、うん、じゃあ今まではそれがなかったんだ、はいあ はい生まれたばっかりであ、ね、申請してからになるんですけどただまあ今後はそういうのも入ってくるからまあこういった状況になることはないだろうというはいなるほどこれちなみにお母さんはあのマネーのこれに参加することは知っているんですかね親は知らないです知らないちなみにそのなんかサンキュー「産休だなんだら」っていうのはいつ入るんですか月月月ぐらいいいだと思まますに生まれたのではいう じゃあ,まあ今年いっぱいは自分で何度かなるってこと今回支援してもらえれば。あそうです、ねえー。という話だそうです、皆さん。で、ここからねあの、もし支援したい人がいればという話なので、何が聞こえるって、これ赤ちゃんの声じゃないのあ、ごめんなさい。赤ちゃんいるの今。はい。何て言ってる何、このイケボって言ってんじゃないのこれ。あ、そう では、どうしますかまあ、皆さん、今の話で、まあ、ガス代ぐらいだったら支援してもいいっていう方がいれば、今からでお願いします。今からでお願いします。えー、シングルマザーさんに5万円<笑><笑>あ,あ,あれちょっとあの、金額が、ちょっとこれや、やりすぎでは。あ、えっ、ー、と、マネー成立しました。じゃあ、後ほど、えー、ペイペイやってますはい、やってます。 PayPay で払えますよね、確かガス代って。はい。あ、じゃあ、あの、後で送っとくんで。あ、ありがとうございます。はい,はい。はい、うん。これを機に頑張ってください。そして、えっと、来年、あの、ちゃんと生活ができてるかどうかの確認をしますので。わかりますか、はい、えちゃんとあの連絡、あの、仕方しないように。はい、あ、はい。あ挙げた方へ、じゃあ、何かメッセージがあれば。あ,あり、ありがとうございます。 <laughs> はいじゃあね <laughs> はい失礼します頑張って育てろよはいあやなみたいになんなよはいはいちょっと待ってくれもうつべらのマネーのこれ成立率やばいってえちょっとちょもう赤ちゃんいやーもうこれあげすぎだからねこれねもうやめてねほんとね僕がもらうからねほんとあげるのやめてもう待って 大哥。